殴られたら落書き入りって言うならば歩くハッシュダックかな。歩くハッシュダック、そう、流行に乗っていたい。サーファーが波で乗るように僕は流行に乗っていたいんだ。そう、僕は歩くハッシュダック。まあそのことは置いといてそのことは置いといて、今日は僕の名前を募集したんだ、ツイッターで。そしたらいろんな人に出されたあーでね、あ、ちょっと待って、ルナちゃん出せって。待って待って待って、みんなルナちゃんが好きなんだね。でも今日は僕が動画を撮るな、よろしく。声がおかしい、マジ？でも4月1日のルナちゃんの声の方がよっぽどおかしいと思う。違う、今日はルナちゃんじゃないんだよ。今日はね、ルナちゃんの落書きの僕が動画を撮るからな。え、ルナちゃんが見たい？ルナちゃんが見たいの？しょうがないな。はい、はい、じゃあやっていきたいと思います。まあね、僕はね、ゆるキャラのポジションをね、抜きたいと思うんだよな。まあ、ゆるキャラ流行ってるからな。ゆるキャラっていうのは、47都道府県いろんなゆるキャラがいるわけよな。なんだっけな、ふなっちーとか、ふなっしーとかいて、あとは、誰だっけな、そう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 、くまモンとかな。くまモンとかは、熊本県のゆるキャラで、ふなっしーは船橋区のゆるキャラじゃないですか。僕は、バーチャル界のゆるキャラでいたい。もうこのね、ゆるポジをね、ゆるキャラポジション、ゆるポジを、極めたいと思う。今日は、僕の名前をね、募集しました。決まった、カニ。いやいや、お前ら、ルナちゃんの動画見て頭おかしくなったんか。ほんま、ルナちゃんの動画見よったら頭おかしになるぜ。僕はカニじゃないよ。僕はね、人魚姫だよ。親分。お前ら怒られるぜ。まあ、親分のバコバコに似とるけど、これは怒られるぜ。カキフライ。まあ、頭おかしになったんか。僕はルナちゃん、頭おかしになったんか。僕はカキじゃない。僕は人魚姫だよ。あて、カズレツやばくない？ルナテン。あ、かわいいね。かわいいね。ルナテンいいね。エビのフライ子。ごめん。僕男の子なんだよね。中ハロ、ちょっとよくわかんないな。エビなカニ、名字がないエビなが。地図ない？いや、怒られるぜ。エビイモムシ。あ、かわいいね。エビイモ、あ、かわいいね。あげたよ。あ、かっこいいね。あげたが名字かな。ようが僕の名前かな。で、僕と結婚したらあげたになるんだね、みんな。あげものとルナに対する太陽のダブルミーニング。あー、よく考えてくれたね。すごいね。おもちろんね。マイケル歌が。いや、可愛くないね。僕、ゆるキャラだからさ、そんなごっつい名前じゃなくて、もっと可愛い系の名前がいいんだよな。タコ？頭おかしだったんか。やっぱりね、決めました。僕の名前を決めました。ジャスティン・ビーバーに決定いたしました。可愛いね。可愛いね。どうだどう、可愛いな、可愛いね。やべ、もんもじちゃん、可愛いな。僕の特技を見てないと思います。僕の尻尾が動くんですよ。